はい、それでまして今回のフェスティバルの意気込みを、松本さんから聞いていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。こんなたくさんの人に集まっていただいてとても嬉しく思います。お腹が空いてきましたが頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そしたら次は吉武さんに意気込みの方を聞いてみましょう。どうぞ。こんにちは、2回目ですがまだまだ恥ずかしい吉武です。今から約15分ほど、課題上げ実現を行う、作業をしますが、楽しんで見ていっていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。これからの大阪メトロを担う2人に大きな拍手をお願いします。はい、ゆっくりと車両の方上がっておきます。はい、普段なかなか見ることができない、地下鉄車両の裏の方ですね、ゆっくり上がっていきますので、動画もよし、画像もよしで、はい、車体の方ですが、吊り上げが安全な位置まで上がりましたら、あの運転台の下に青いランプが点滅します。こちらまで、着きますと、移動しても車体同士が当たらないよという、印となっております。はい、それでは、6番が台、この隣の電車の上に重ねていきたいと思いますので、なかなか見れないところですね、楽しみにしてください。それでは、北クレーン、南クレーン、6番が台までお願いします。
はい、帰宅